世界的な紅茶ブランドリプトンが全国で初めてコーヒースタンドならぬ紅茶を専門に楽しめるティースタンドを北広島市にオープンしました。北広島市の三井アウトレットパークにオープンしたリプトンティースタンドには開店前から長蛇の列ができました。人気のフルーツインティーはカップが600円でタンブラー付きが1000円、全部で20種類の紅茶を味わうことができます。すごいなんかフルーツいっぱいで美味しいですね。さっきあげたらいいねついてたんで早いですね。さすがやっぱり映えるみたいです。リプトンはこれまで東京や大阪などで期間限定のショップを展開してきましたが、常設の店舗は全国で初めてです。